ご覧いただきありがとうございます。身体のまさきの田中です。本日は木津川市国見台にございます綺麗な 1LDK のグランツにお邪魔しております。早速こちら大きなシューズボックスがついた玄関スペースからご紹介いたします。玄関の方もこのようにゆったりとした玄関となっておりまして、シューズボックスの方もねこういった形でかなりのね収納していただけます。こういった、ね、高さも変えていただけますので、まあ、女性の方なんかはねロングブーツも収納していただけます。でこちらがキッチンとリビングのスペースとなっております。リビングの方がこういったゆったりとした空間となっておりますね。またね角部屋ということで窓がこのように2面ついておりますので、本当に明るい室内で風通しもいい室内となっております。でこちらからバルコニーに出れますね。こういった形の日当たりのいいバルコニーです。でリビングの方にはあらかじめエアコンが1台備え付けとなっております。またセキュリティの面としましては、こちらカラーのモニター付きのインターホンが付いております。こんな感じで、鮮明に映りますので、まあ、訪問者がね来られた時はお顔をバッチリ確認していただけます。でリビングの方に収納スペースが充実しておりまして、まずねこちらハンガーパイプが通ったクローゼット収納となっております。結構奥の方までございます。こんな感じのクローゼットですね。そしてその隣の方にも、収納スペースがこんな感じでございます。結構ね奥行きもございますし、高さの方も天井まで収納していただけるようになっておりますので、ここだけでね結構な容量の収納となっております。でキッチンが、人気のカウンタータイプのキッチンとなっております。こういった形でシンクでしたり調理スペースがゆったりしております。また1階の方には床下収納もございまして、隣の方に冷蔵庫置いていただいたり、こちらの後ろですね食器棚や、まあ、炊飯器、電子レンジなんかをね置いていただくスペースが確保されております。また、カウンターキッチンということで、こんな感じでリビングを見渡しながらお料理していただける素敵なキッチンスペースとなっております。でキッチンの隣が水回りとなりまして、こちら、綺麗なシャンプードレッサー付きの独立の洗面台と、その隣がウォシュレット付きのお手洗いです。上の方にはこういった棚もついております。でこちらが室内の洗濯機置き場と、奥がお風呂ですね。結構ね肩までゆったりと使っていただけそうな深い浴槽が入っております。もちろんね追い焚き機能でしたり、上の方には浴室乾燥の設備もバッチリついております。こういった清潔感のあるお風呂ですね。で最後にこちらの、洋室のご紹介です。こちらの方にも窓がこのように2面ついております。で、こちらの方にも収納がございまして、結構ね奥行きがある収納スペースとなっております。こちらの方にもハンガーパイプと棚が通っておりますので、毛布なんかもねこちらで収納していただける、素敵な、1LDK のお部屋のご紹介でした。近くにはスーパーやコンビニ、また、ホームセンターなどの商業施設も充実した国見台のエリアとなっております。詳しくは賃貸のまさきホームページをご覧ください。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸のまさきでは皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。また55キャンペーンやネット予約サービス、その他各サービスを実施しております。まずは一度お問い合わせください。